バグラティ大聖堂バグラティ大聖堂は11世紀に現在のジョージアのイメレティ地方のこと屈イ市に建てられたジョージア正教会の生信女終身祭を記憶する大聖堂である17世紀にオスマン帝国軍の砲撃で廃墟になったがジョージアの中世建築史における傑作として伝えられていた現存する建物は再建されたものだがこの再建が一度は 世界遺産となったバグラキ大聖堂が世界遺産リストから除外される理由になった。ジョージアの都市区大使のランドマークである大聖堂は UK イメリオニの丘の頂上に残っている。建造されたのは11世紀初頭のグルジア王のバグラと三世の地聖下でバグラキ修道院の名はそこに由来する。北壁に残る碑文から床石が横たえられたのは 西暦1003年であったことが明らかになっている。1691年にイメレティ王国に侵攻したオスマン帝国軍の砲撃により大聖堂は大きく損なわれ、丸屋根や天井も崩落し廃墟となった。この大聖堂の保存と修復及び建築学上の研究は1952年に始まった。2001年にはジョージア聖教会の聖堂に復帰した。 現在は、方針例のための限定的な利用に留まっているが、巡礼者を引き付け観光名所として、ク体獅子のシンボルとなっている。上、再建前、下、再建後1994年に、ゲラティ修道院と共に、バグラキ大聖堂とゲラティ修道院として、ユネスコの世界遺産に登録された。登録にあたっては、これらの建造物が中世ウルジアの建築水準を、 冷笑するものである点が評価された。しかし、以下に述べる理由によって、バグラディ大制度は世界遺産リストから除外された。世界遺産としての新請性と完全性を損ねかねない再建計画の存在を理由として、2010年に危機にさらされている世界遺産リストに登録された。世界遺産委員会は計画の即時撤回を求めたが、工事は遂行された。 第39回世界遺産委員会の審議では、ゲラティ修道院のみの単独登録は見送られたが、第41回世界遺産委員会では、ゲラティのみに縮減された。ありがとうございます。